話題のトコジラミに噛まれた時の治療方法について解説していきます。トコジラミの駆除方法とかに関しては今回の動画では省かせていただくんですけど、トコジラミに噛まれた時っていうのはどうすればいいかっていうと、まず皮膚科に行くべきなんですね。近所の病院の皮膚科に行くべきで、そうしないとトコジラミに噛まれたところが陽心結節って言って痒い塊になって、何ヶ月、場合によっては年単位で痒いっていうことが起こりうるんですよね。その痒さたるや血も狂わんばかりの痒さで夜眠れなくなったりっていうこともあるぐらいなんですよね。だからトコジラミに噛まれたかなと思ったらすぐに皮膚科に行くといいと思います。皮膚科でも弱いステロイドとかじゃダメで、最強クラスのステロイドを使ったりしますね。つけ薬だけじゃ十分じゃなくて、ステロイドの貼るシールとか、人によってはステロイドの注射まで必要になる人がいるんですよね。それぐらいトコジラミに噛まれたことっていうのは大変なことなので、噛まれてしまったっていう人は皮膚科の方にご相談ください。